どうしたオスカー、バウトがしたいのか。そこのあなた、その佇まい、凄腕のカードバウターと見ました。オスカー、よかったな、相手が見つかったぞ。この子は俊足のオスカー、自警団所属のチョコボです。オスカーは大のバウト好きで、一日に一回はバウトしないと拗ねちゃうんです。よかったら相手になってやってくれませんか。
おお、オスカーが泣けるところを初めて見ました。驚きです。悔しがってるみたいです。対戦ありがとうございました。オスカーが拗ねたままだと警備もままならなかったので助かりました。実はこの子今度テレビに出るんです。バウトができるワンちゃんと戦うんですけど、ゴンガガンをアピールするためにも絶対に負けられないんですよね。うん、一緒に頑張ろうな。昼寝の続きだ。おじさん、また昼寝してるよ。どうどう、道に迷うなよ。みんな遅れないようにね。増すんだ。卵もたくさん取れたし、お隣さんに届けてあげなきゃ。
まったりしていってくださいね。
すすめは健康ドリンク、ジャングリーンだ。ゴンガタケと豚肉のソテーをちょうだい。ちょう。ゴンガタケと新鮮な野菜をふんだんに使ってる。体中に染み渡るぜ。どうだ、効くだろう。今のあなたのランクじゃ戦う気になれないわ。ゴンガタケと豚肉のソテーをちょうだい。これがこの村の特産品、ゴンガタケ。生のものは初めて見るな。なんという色つや。レンズ越しに覗いているだけなのによだれが出てくる。ゴンガタケの美味しさを写真で伝えられるか、腕の見せ所だな。またお会いしましたね。ではゴンガタケのようにまろやかに、記念に一枚。とあるレストランからメニューで使用する写真の依頼がありましてね、新鮮なゴンガダケの写真を撮ってきてほしいと頼まれたんです。もちろんせっかくゴンガガまで来たので風景も撮影して帰るつもりです。いい撮影スポットがあったら教えてくださいね。これがこの村の特産品、ゴンガダケ。生のものじゃ。ジャングリーンで乾杯だ。いろいろ落ち着いたらよ、こうして畑作って暮らしていくのも悪くねえかもしんねえな。マリンと一緒に畑仕事か。なーに植えてみっかな。キノコだろ。なんだよ、ラッキーフードか。信じてんのかよ、ナモン。あ、でもよ、ゴンガだけで大儲けも悪かねえな。この星にもまだ力は残ってる。俺たちで守ってやんなきゃな。この星にもまだ力は残ってる。俺たちで守ってやんなきゃな。よっしゃ、ゴンガがサルーンで休憩しようぜ。賛成。おうよ、叫びたりだった俺は今じゃジャングリーン中毒だ。
ちの野菜、よかったら食べていく？いい曲だな。笑える。自分で作ったのか？クラウド、センスあるじゃん。そうだよ。作詞作曲、ユピーちゃん。もう一曲あるけど、弾く？もちろん。よし。ママママ、ママ、マテリアちゃん。てててててて、んこもり、もも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 、もりおもり、もも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 、どきゅもり、どきゅもり。村だけど、ゆっくりしていってよ。ゴンガ岳の栽培には切り直しだ。クラウドさん、バギーの旅はいかがでしたか？バギーの特殊強化タイヤはリュウサにも負けないワイルドなタイプのようです。これで砂漠を自由に散策できますね。というわけで今後は砂漠のレポートもよろしくお願いしますね。
Yeah.
出番よ。仕方ないよ。Yes!
待ってました。
余裕の表情を検知。さすがですね。あのクラウドさん、最近ワールドレポートの報告がないようですが、まさか世界で一番の何でも屋さんが依頼を忘れるわけないですよね。お忙しいかと思いますが、よろしくお願いします。この星にもまだ力は残ってる。うちの野菜、よかったら食べていく？珍しいね、お客さんなんて。この土は気持ちがいい。命の力が立ち上ってくるようだ。ゴンガ岳の出汁でお料理か。贅沢な暮らしだね。エアリスはん、なんやそわそわしてましたけど、この村に知り合いでもおるんやろか。餌にはゴンガタケが混ぜてあるんだよ。チョコボが1匹、チョコボが2匹。あれ、眠くなってきた。なーま、チョコボを可愛がってる？チョコボは友達だよ。
ボチョコチョコチョコボ。ブラッシングの時間だ。マコールの黒いやつ、モンスターズカーに乗ってないんだ。青年団は今マコーロ近くの異変を調査してるんだ。マコーロへ行くならシスネ団長に許可をもらってください。おや、お連れさんかい？どうぞ。ん？その目は、もしやソルジャーかね？え？ああ、うちの子を知らないかい？ザク。大丈夫かい？誰だって？ザックス、ザックスウェアだよ。ザックス、いや知らない。
生意気なこと言って飛び出したきりでね。最初のうちは手紙をよこしたが、あなたが来た時もてっきり手紙にあったガールフレンドかと思ったの。しつこく聞いてごめんなさいね。ザックス、ガールフレンド大勢いると思います。楽しくやってるならいいんだけど、頼りがないのはなんとやらって言うしね。うん、そうですよね。もしも息子に会ったら連絡だけでもするように伝えてくれんか。もちろんです。クラウド、失礼しよっか。もう行くのかい？何にもなくてごめんね。いいえ、私も突然来ちゃって。何も何も。さあ。ミッドガルの人と聞くと、つい息子の知り合いかもと期待してしまってね。ここと違ってミッドガルは広いだろうに。ミッドガルの人と聞くと、ここと違ってミッドガルは広いだろう。また戦争が始まるなんて噂もあるんでしょ。ザックスも忙しくなるのかね。また戦争が始まるなんて噂もあるんでしょ。ザックスも忙しくなるのかね。クラウド、私何してるんだろう。ザックスの話したよね。ほら、好きだったとかそういう話。ああ、ここふるさとだって聞いたことあって、ちょっと似てるかもって声をかけたらお父さんだったの。ご両親の気持ち何にも考えてなかった。お家にまで上がり込んで寂しい思いさせて。そんなことない。いい気晴らしになったんじゃないかな。そうだといいな。そいつのことまだ好きなのか。なんというまっすぐな質問。そうだね、嫌いになる理由ないもの。連絡もないって。そう、エアリスを放っておくなんてどうかしてるな、そいつ。ん？ソルジャーなんだよな。それなら
可能性としてもう死ぬ。クラウド？悪い、少し休む。クラウドね、ザックスのこと全然知らないみたい。とにかく休もう。ゆっくり休んで。ゆっくり休んで。ここはお通しできません。この星にもまだ力は残ってる。
ママ、ママ、待ってるよちゃん。てててて、てててんこ盛り。ママ、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 魔航路の方からだよ。丘の上に行ってみよう。魔航路に異変があって青年団の調査しないアクロバット飛行なんてしちゃってさ、飛行機雲は綺麗なんだけど村に落ちてこないのを祈るしかないわね。シンラの人たちか。その剣すごいな。マコーロに悩まされるのはもう慣れちゃったわ。聞いたか。ああ、ウェポンだな。もしかしてあれがあなたたちの目的？ま、そんなとこだ。よく聞こえんのか。何日か前からかな。青年団で調査に向かったんだけど、見たことのないモンスターがいて近づけなかった。黒くてうじゃうじゃ飛んでるだけなんだけど、なんだか嫌な感じでゾッとするの。うじゃうじゃだとよ。姿が見えたのか。あ、ええ、見た。見えたわ。それがどうかしたの？フィーラーだろうな。ふっ、面白くなってきたじゃねえか。うんうん、早く行こう。てめえは留守番だ。はあ、なんで、どうして。ひっかき回されちゃたまんねえ。悪いが捕まえといてくれ。荷が重そうね。さっさと行って様子見て戻ってくる。だから俺とクラウドたちで生きてえがどうだ。わかった。急ごう。ティファたちは村を守ってくれ。応募、応募。
聞こえたよな。南よ、見張りには伝えてあるから、何かあれば村は私たちで守る。マコーロお願い。マコーロは南よ、見張りには伝えてあるから。もう起きないで。ライフストリームを絶やしてはならぬ。今こそ生命学に触れ、学び、星を長生きさせよう。聖地コスモキャニオンを目指す時は来た。さあ、我らの力で星を救うのだ。何も起きないで。お願い。さあ、今から収穫が楽しみよね。星の民よ、星の声に耳を傾けるのです。ゴンガガには失われつつある豊かな実りが残っている。すまない、少し考え事をしていてね。この村の特産品はゴンガだけ。チョコボたちのブラッシングの時間だ。団長から聞いています。お通りください。何ですか？運命の番人。運命を変えようとする者の前に現れ、行動を修正する存在だ。しばらく見てなかったよな。あの日までの運命からは逃れたが、新たな運命に飲み込まれたのだろうな。なんや、けったいな話ですな。
そっちは任せる。おう。誰からも見える存在ではない。認識できるのは我々だけだったはずだ。ああ、罠かもしれない。どうする？気は抜くな。Thank you.
かかると言います。しかし芽を出してからの成長速度は驚異的で、瞬く間に完全体へと姿を変えます。完全体となったフラワープラングは通りかかった動物に鋭い牙で噛みつき、血を吸い肉を食べるようになります。世にも恐ろしい食肉植物の餌食となってしまった獲物は、これ以上は恐ろしすぎて私の口からはとても、被害が広がらないように迅速に駆除をお願いします。備えだ。落ち着いていけ。おう、引っ込んで。足玉を見くらいだ。効いてんな。気合い入れてけ。任せてや。見てられません。よくね。逃がさねえ、この点出しますぜ。いてこませ。